はい、今日はね、この間シーバズを語る動画のコメントであったんですけど、まあ、シーバズがサブズム育成がめちゃくちゃ強いっていうことで、まあ、比較対象としてナミネを挙げてたんですね。で、ナミネで、まあ、ナミネを使った時に出てくるサブズムの種類があんまり多くないって言って、まあ、僕が検証した中では、まあ、こんな感じですよというのを見せて、で、これまた途中だったんですね。途中というか最近追加されたツムは検証してなくて、でここら辺の多分マジューマレドラとかジェイクサリーとかここら辺だったら出るんじゃないって話をして、そこに関していやこの3体見たことないですよって言われたのでちょっと検証してきたんですね。で確かにこっちのマレフィセントドラゴンに関しては、これ黒と黄色のツムだったので、まあ、このツム毎ツムにすると黄色のサブツム出てこないので黄色扱いあるんですね。なので、まあ、ナミネとやっぱ髪の毛の色とか被るのでサブツムに出ません。ただ、ジェイクサリーとネイディリは、まあ、明らかに青なので、まあ、これやってみたんですけど、ナミネ何回使ってもこの2体出なかったんですね。僕、裏で50回、100回くらいやって、もう出なくて、なんでかなって思って、もうめちゃくちゃ調べたんです。で、配信でもちょっと調べたら、まあ、ちょっと謎解明しました。あ、今日の動画は本当にこれだけだからね。で、一応、ツムの色判定って9色だと思います。ミッション、イベントとかでの色判定とサブツムでの色判定ってちょっと別扱いなので、まあ何とも言えない。一応僕が調べた限りではおそらく9色です。ここにまあ肌色、肌。まあこれ肌色っていうか肌だね。で、あと白、黒、赤、青、紫、黄色、緑、茶色の9色になるんですけど、まあここに書いてあるけど、ナミネの色判定が黄色肌と、変化側で空、が出てくるので、茶色も含みます。で、あとは、なぜかしら白が出ません。これまあ、この間のシーバズのところでも言ったんですけど、まあ、検証した限りではもう白色のツムが全然出ないのね。だから、なぜかしら白判定が入っているので、まあ、4色扱いなんですね。なんで、ナミネーサー、マイツムか。マイツムにすると、この4色は出ない。なんで、あと、黒、赤、青、紫、緑の中から、サブツムが選ばれるってことになるんですね。ただ、左のスキル紹介の画像を見ると、これ、白色のツム出てきてるっていうね、ちょっとおかしいんですけど、まあ、こういうスキル紹介の画像って突っ込みどころ多いの、あまりにもあるから、これはまあ気にしなくていいね。ちょっと、まあ、おかしいです。本来ならありえません。で、ジェイクの色判定が、青と黒、なんですね。青黒。なんで、まあ、被らないから出てくるでしょうと思ったら、これね、なんで出てこないかわかりました。はい。一応調べた限りだと、こんな感じです。ツムの色判定上、紫だと、赤と青の混合色、まあ、混ぜた色なので、まあ、赤が出てると、紫が出ないし、まあ、紫が出ると、赤と青が出ない。似た色は出てこない。仕様になってるので、ツムツムって。同じような色。黒のマイツム使うと黒色のサブツムが出ないとか、同じ黒だとね。っていうことで、似た色も同じ色も出ないっていう仕様なので、まあ、ここ、紫と赤青が似てる。っていうことで出ないんですね。それで行くと、紫が選ばれてしまうと、赤と青が出なくなるので、もう黒と緑しかなくなっちゃうんですよ。ナミネ使ってると。ただ、ノーアイテム。54のアイテムないと、サブツムって4体出てくるので、紫が選出されません。絶対に。紫が選ばれると、紫と黒と緑の3色しかなくなってしまうので、4体目の色がなくなっちゃうんだよね。なので、もう紫が絶対に出ない。で、かつ、黒、赤、青、緑の単色しかもう出ません。ナミネはサブツムとして。これ、さっきのサブツムの画像を見ると、これもう本当に単色しかいないの。
赤と青のツムとか、まあ、赤青はいないか、赤緑はいるか、黒緑の方がいるかなとか、2色持ってるツムがサブで出ないんですね。これもう調べた限り絶対出ないです。なのでジェイクみたいに青黒2色のツムだと4体目が選ばれなくなってしまいます。まあ三角とする、まあ黒と青、ここが1体になっちゃうんで、で青が選ばれてる以上紫がもう絶対出ないのね。そうするとあと赤と緑しかないんですけど、ジェイクだけでここ三角1体で赤で2体目、緑で3体目、もうないの色が。なのでまあこのツムツムの使用上絶対に無理なんですね。でこれ54、まあ4種類にすればまあ無理やり出せるんじゃないのって思ったけど、この4種類してる時も紫のツムが確認できなかったので、調べた限りね、ノーアイテムを基準、アイテムなしを基準前提にもう選ばれるツムっていうのが設定されてるので、なんでジェイクはナミネのサブに出てきません。ちなみにこれナミネがサブ側でもこの色判定になります。一番下に書いてあるけど、まあこれマイツムスキルの関係上ね、ナミネのスキルで空とかが出てくるから、まあ茶色がサブに出ない、茶色いツムがサブに出るとスキル使って空が出てきた時に見づらくなるから出ないだけじゃないのという感じにも見えるんですけど、これ全く関係ないです。ナミネがサブに来たとしても茶色のツムと白色のツム、まあ白はなんで入ってるか本当に分かんないけど、茶色白が選ばれないようになってます。一応僕邪魔れのサブツムも調べて、これ邪魔れですね、邪魔れで出てくるサブツム一覧ということで、まあ、白黒判定なのね、邪魔れが。これで、ナミネ出ないんですよ。まあ検証回数がもしかしたら少ないのかもしれないけど、まあ出てないので白が被ってるんですね、白が被ってる。でもマレドラの方も検証してます。黒単色マレドラでやるとナミネ出てくるんですよ。一番下から2段目っていうのかな、アクセルの横にナミネがサブで出てきているので、白判定があるジャマレのサブに出ない。もう見た感じ黄色と肌色なんですけど、肌、まあそのマイツム時の色判定の仕様がそのままサブでも適用されてるということなので、まあナミネの場合はもう4色も色持ってるせいで、もうサブツムが限定されまくってます。まあ細かい話にはなっちゃうんだけどね。他にもまあナミネのサブツム一覧ということで、またさっきの見せるんですけど、ここにさっき言った波乗りスティッチ、さっき一応出てくるはずの赤青かな、波乗りスティッチが赤と青の判定持ってるんですけど、本来なら出てくるんですけど、赤と青ってね、色自体は。ただ2色持ってるせいで出てきてない。これ限定、サブ限定とかでも何もないので、本来は出るはずなんだけど、2色持ってるせいでナミネのサブで出てきません。マイク&サリーもそう。青と緑、2色判定持ってるせいで出てこない。魔女マレもそうですね。青黒扱い。ジェイクと一緒、青黒判定。なのでサブで出てきません。丸ついてないでしょ、右側。あとパロットかな、パロットが緑黒、これも2色判定なのでナミネのサブに出てこない。あとマスマレかな、マスカレードマレフィセント、ちょっと下の方、これ、はい、これが緑黒かな、黒緑、これも2色入っているので出てきます。まあここら辺シーバズのサブとかだと、今右側シーバズキャプテンライトイヤーのサブツム一覧に切り替えたんですけど、まあマスマレ出ているし、まあ魔女マレとかマイク&サリーとか赤丸でチェックしてあるので、本来普通に出てくるサブツムなんですけど、ミネだとその4体、サブツム4体に選ばれなくなってしまうので、このツムたちが出てくると。もう使用上出ないってやつですね。
はい、ということで、まあちょっとコメント欄であって僕も不思議に思ったので調べてきましたけど、まあこういうツム他にも多分いるんだよね。変化系が特にそうで、まあマレウスとかもそれに当たるのかな。マレウス両性のツムがなんかいくつか色判定持ってるので、まあ多分該当するでしょう。他にも探せばいるっちゃいるんですけど、まあ、逆にここまで限定されるとサブツム育成いいのかもしれないけどね。もう黒単色、赤単色、青単色、緑単色しかサブに出てこないので、これなんかこういうコイン稼げるようなツムで、例えばシーバズに育てられないなんだ茶色単色とかね、まあ、茶色単色のツムってメーターとプンバーの2体しかいないんですけど、このゲーム570体くらいいてこの2体だけだからね。茶色単色ってメーターとプンバーの、まあもうレベル50なんだけどさ、2体とも。まあそういうちょっと2色じゃなくて単色育てるにはこういう変化系のこの色判定が多く含むやつ使えばうまいこと効率よく育てられるんじゃないかなとちょっと思ったので、なんかこういう今後変化系でコイン稼ぎつつねえ、なんとかなんないかねいい感じのスキルでなぞるのはもういいんだよラミネでなぞるのちょっと大変だしってね、なんならシーバズとかでなんか変化してくれって思うけどさ、サブちょっと選ばせてくれって。はい、まあ謎があったので調べてみたら、まあおそらくこんなところでしょう。確定ではないんですけど、まあこれが一番まあ納得できたので、紫で赤青が出ない、もう選ばれるツムがあと4体しかないので絶対に色判定がで、ナミネのサブツム一覧僕が調べた限り見るともうこの単色しか出てこなかったから、まあ多分これしかないでしょう。はい、ということでただただ調べてきたことを話しました。まあ気になることはねやっぱ調べちゃうのでもしまた何か気になることあったらぜひぜひコメントよろしくお願いします。ではありがとうございました。バイバイ。